雑誌が悩んでいる。じゃあ、これが聞いたらいいですか。はい、ブルブルしてる。そういうことだよ。フットワークどうだろう。いや、まあまあ、たまに。フットワーク週に何回くらい練習してるの。それいる。週に 0.2 回のトモヒロスに負けたのも最悪だよ。ただかっこいい、やっぱりトモヒロス。毎回朝起きて一番最初にするのはジェルで頭固める人だ。じゃあ、じゃあ言うときに誰か一緒に聞いてみよう。マイクが伸びない、これが聞きます。じゃあ誰にしようかな。そうそう、他の方からちょっとな、チーム感が、あ、エリさん、エリさん次は、コビットさん、お願いします。